はい、オンジャストワークということで申します。今回はですね、こちら、レイジオブザアービス、遊戯王でいうオフィシャルカードゲーム、レイジオブザアービスの、一箱、開封動画となります。たまたまね、これ、一箱コンビニで余ってたので買ってきました。遊戯王の日に参加するために一箱買ってたんですけど、そちらはもう店内、ショップの中で、開けてしまったので、これがまあ、1日経った後の、今日、開けるやつなので、はい、これ動画にさせていただきました。はい、じゃあ、プラスワンは最後に開けるとして、じゃあ早速開けていきましょう。目的はやっぱし、一番はラクリモーサ。はい。スーパーのね、ラクリモーサで、いや、もう一つはね、ファンですね。フワロス。フワロスはちょっと欲しい。あれは何枚あってもね、困らないと思う。めちゃくちゃ高いですね。今なんか500円ぐらいだけど、なんかもっと上がりそう。1000円ぐらいになりそう。墓の示しもそれぐらいだったじゃないですか。あとなんかメタル化とか原石も結構ね、注目浴びてるらしいです。アザミナ以外にもね。おぉ、水裂化ウリア、来た。いいですね。これもなんか普通に水属性カードとしてあっていいカードっぽいですよね。持ってていいやつっぽい。無限吸収体、ルーベラス、アザミナ。アザミナも強いよな、これな。アザミナは結局、なんか、評価されてるみたいですね。スネークアイが一番多いのかなっていう感じですけど。でもなんか、他の型もできているらしいですね。はい。B-Force。B-Force もなんか、構築ができて、動きを見たけども、えぐい動きしてました。他はやっぱしまだデモンスミスが多いかな。もうなん、デモンスミスじゃな、あらずんば、デッキにあらずみたいな、本当にそんな感じがしますね。いくらなんでもやりすぎだよと思うけどな。どうなんでしょうね。デモンスミスが来たことによって、正直勇者とか、ティアラメンツとかあるじゃないですか。あれ、なんか比べ物にならないぐらいの出張性能してると思うんですよ。だから、他のデッキもデモンスミスさえ、おぉ、出た。黎明期。エオスユ、初めて見たこれ。あ、いいですね、これ。メタル化、ちょっと使いたかったんで、これ。なんだっけ。他のデッキの、要するにファンデッキとかカジュアルデッキの、もう底上げにもなってると、言っていいのかなって、ちょっと思いましたね。あえてよく言うのだろう。あ、B フォース。革命のグラ、あー、来たー、よっしゃー、よっけー、よし。もう一枚来ないかな、もう一枚。一箱で2枚いったらかなりいい方ですよね、フラス。こんな序盤に来たんだったらありえるぞ、2枚くんの。これはかなりいい。一箱で2枚来たらこれかなりいいっすわ。財宝のね、はい。フラロスはちょっとね、これね、やばいっす。エクストラデッキだけかなと思ってたんですけど、これなんかデッキからの SS にも対応してるんで、腐ることほぼないっすよね。よっしょ、来た！マジか！マジか！やば、来ると思ってなかった。来た来た、これで揃いました。もう1枚はもうすでに僕も、ゲットしてるんで、これもう1個、ユベルの方にもう1個入れたので、あとはセンチュリオンの方にも入れてる。もうこれで完成です。あ、逆か、センチュリオンの方に入れても、もうこれユベルの方に入れるか。もうこれで完成しました。もうユベルセンチュリオン、あ、違う、ユベルセンチュリオンじゃない、ユベルデモンスミスの構築はもうすでに決定してるんで、僕の中で。これで完成です。あとはフワロスさえ揃えば、まあサイドなんで別にそれは完全にいるというわけではないんですけど、あとはフワロスがもう1枚あればまあ完成かな。できれば3枚欲しいんで、まあまああれですけどね、3枚はもう買ったんか、もう買ったんで、僕のデッキ3つの中のサイドに入れる用としては、うん、大体揃った方がいいんですけど、まあ別にシングルで買ってもいいんですけどね、うん、そんな言うほど、うん、まあ言うても500円ぐらいだし、今のままだったら余裕でやれるし、買えるし。500円だったら買い得だと思う、フワロス。絶対買っといた方がいいっす。絶対高くなるから。で、下手したら僕、規制まであると思ってますよ、フワロス。増殖するし、規制の後。うん。僕はあると思ってる、それぐらいのことは。それぐらいの調整能してる。お、殺戮京都レシーナ。これが幻想魔族なんですよね。キマイラで入るとか言ってな。いやー、ラクリモーサ来ると思わなかったなー。嬉しいね、これ。いや、マジで嬉しい。これもう僕、これフワロス来たらもう僕完全当たりですね、これ。もうそれだけで当たり。
アロスマジ頼む、マジいいな。いやめちゃくちゃ強いよフアロス、ほんと。増殖する G、 いや下手したら増殖する G 以上の力持ってます。はい、下手したら理由としては2枚打てるからですね腐らないことですね。あ、なんかこれあれですね、ノーマルレアっぽいけど現象。お、霊王の波動、霊王の心臓霊王って言ったらもうブリーチしか思い浮かばないんだけど霊王の波動もまあ使えますよね、汎用カードとして入れていいですし。ボールライダー、はい。あー、マーメイルな、マーメイルもな、まあみんな。おー、ルシエラーゴ、これもアザミナか、いいですね。よっ、マージ、あー、これノーマルレアじゃないんかいノーマルレアっぽかったけど。アザミナか、まあちょっとまだ全然分かってない。今センチュリオンを昨日もう動画上げたのかな、昨日動画上げたのでこれを今日上げて、あとはユベルの最新構築上げて、まあユベルそんな変わんないですけどね、2枚ぐらいしか変わらないんで、はい、ただ動かし方はめっちゃ変わりましたね、めちゃくちゃ変わったユベル。2枚スター、2枚スローカン、モンスター2体並べるだけで動くことができるようになったので、あれです。ゲンマ。そう、暗黒の将来神1枚からもう完全にスタートすることができるようになったんですね。暗黒の将来神がめちゃめちゃ強くなりました。あれ1枚で完全にユベルにアクセスしてて、バルドラスまで立つ感じです。やばいな、これフアロス来ないな。フアロスもう1枚来て、いや、マジでフアロスもう1枚来たら完全にこの箱当たりなんだけどな。よいしょ。なんかね、指定の買い物3枚と、どうするかなんですよね、暗黒の将来神3枚欲しかったんですけど、それだったらトラックス、デモンスミストラックス増やした方がいいのかなと思わなくもなかったり。てか、本体のデモンスミス少なくして、トラックス2枚にしようかなと思ってます。別に3枚でも全然いいんですけど、枠的な意味で、お、プリムラプリムス。もう俺もう買っちゃったよ、これ。レリーフで買っちゃったからもういいんだけど。まあまあ、でも2枚あってもいいかなと思うんで。昨日当たったしな、普通に。ウルトラの方当たったんですけど、レリーフ欲しかったんで、ウルトラ売ってレリーフ買っちゃいました。昨日ね、箱買った時。おー、綺麗や。カレイや。よいしょ。あー、デビルゾア。メタルかもなー。ちょっとな、面白そうなんだけどな。デモンスミスなんですよね、確かね。いや、これで3、デモンスミスデッキが3個になっちゃうからな、メタルカ使うとなると。いや、別にいいんですけどね。買ってもいいんですよ。デモンスミスセット、もう1箱。もう1セット買っても全然いいんですけどね。全部足しても1万くらいでしょ？で、出せる出せる。普通に出せる出せる。全然あれだ。昔に比べたらめっちゃ安くなったって、こんなの。デッキ作ろうと思ったら、出張パーツだけじゃなくて、1から作ろうと思ったらもっと高かったんだからさ。今、誘発とかが安いから。全然あれですよね。そのあたり、高いと思わない。つい、うわーえぇ、うせろえぇ、あ、えぇ、マジえぇ、うせやん。絶対こうやん思ってた。うせやろ。マジ嘘だろ。絶対来ないと思ってた。お前、はいはい、また敷くだろうと思ってたんですけど、嘘だろマジかよ。これはあかん。これはちょっとさすがにあれですね。売るわけにいかんわ。ちょっとこれ残しときますわ。これマジかよ。絶対当たんないと思ってたのに。25なんて来ねえよなと思ってたのにです。嘘やん。ほんまに来たで、おい。マジか。やっば。ちょっと僕、昨日、あ、まあ、いや、言うのやめとこ。自慢になるから言うのやめとこ。やばいな、これ。最近ちょっと、パックンが来てる。うわー、心宿り、青眼竜、レリーフ。これ、昨日当たらなかったんですよ。そうそうそう。
いいなぁ、これレリーフでこれいいなぁ。これはちょっとブルーアイズで置いときましょう。あ、どうせブルーアイズは絶対来るんで、はい、ストラック絶対来るんで、ストラック、パーツもほぼ、まあ、ほぼ揃ってるよ。ブルーアイズ僕持ってたから、うん、全然あるんで、腐るほど持ってるから、グラでも引っ張り出そうと思います。てか、下手したら 2個ぐらい作れる。はい。ブルーアイズデッキ。それぐらいにハマってます。ジレアの太鼓の白石とかも普通に持ってるからな。まあ、あれストラクで出るんでしょうけど。そのあたりのことは別に心配はしてないんですけどね。リバーチェドロー。これ来たな、昨日。うん、あ、バーチェストリームでさっきあったやつか。なんかトラップのやつでしたっけ、これ。エクシーズモンスターというか、これ、縛りないんですね。縛りのないエクシーズか。おー、なるほど。あー、でもフワロス来ないな。まあ別に落葉モンスター来たからいいんだけど。フワロスはやっぱ、封印操作かかってるみたいです。連れが言ってました。はい。なんか1しか来ないとこあったって。ほとんど1だったって。はい、うん、やっぱそうですね。多分封印操作かかってますね、これは。まあ別に当たり前だとは思いますけどね、封印操作があんの。もう大体出たかな、俺はな。出ましたね。はい。これがラスト。ラストですね。おう、ステイ。よいしょ。はい。ほい。セブレブレマシンガットですね。はい。やっぱしまあ、マルチャミンは1枚だけでしたね。じゃあ最後開けましょうか、これ。ここで俺がまた楽にもさ、まあ、いらんけどな。25位ぐらいなんけど。ここで俺が当てたら面白いよなって言いそうだったけど、いや、ない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 っす。いや、てか、もういらんし、もう十分もう手に入れたからいいし。はい、じゃあ行きまーす。はい。ヘオスブログ。これ何に使うんやろ、これ。光属性モンスター2体だから。これなんかそういうのがあるのかな？そういうね、まあ見た感じサイバードラゴンっぽいけどな。イラスト的にサイバードラゴンっぽいんだけど、それに入れんのかな。はい、じゃあ以上です。まだ、とにかく出ました。まさかの出たは嘘やろっていう感じです。まさか出るとは思ってなかったし、みんなも思ってなかったっしょ。正直。いや、ワクテカが向くんやで。出るわけないやん、こいつが。と思ってたでしょ。実際僕も全く思ってなかったけど。いやー、これはちょっと置いとこうかな。さすがにちょっと置いとくわ。てか置いといた方がいいでしょ、これ。多分値段も上がると思うし。いや、でもこれ手に入れたんだったら。デモンスイーツも25から集める？今さら集めんの？やなんだけど。マジ今から集めんの？じゃあこの動画の、はい。この動画のいいねが100超えたら集めます。それ汚いことしよう。絶対ないから。120% ないから。高評価が100超えたらもうデモンスミス全部揃えるわ。OK です。じゃあ今日はこんぐらいでした。ありがとうございます。いやー、まさか出ると思ってなかったし。フワロスが1枚買って、で、昨日当たったのが1枚か。で、買ったのが2枚で、3枚セットで買ったのに、あと2枚か。あと2枚あれば、サイド用で全部で合わせて9枚かな。多分全部合わせて9枚揃うので、サイドデッキに3枚ずつ、まあメインデッキに入れてもいいんですけど、それが揃うんで、あとそれぐらい手に入れたら、あとはもう別にいいかなって感じですね、今のところ。アザミナは来る、組むかどうかちょっと自分でもわからないので、まあ今のところ保留。で、今のところ欲しいものは全部揃えました。自分の中でね。まあレアリティ上げするかはこの動画にかかってるので、高評価にかかってるんで。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。また、バイバイ。